今日は洗い物最小限で美味しい鮭おにぎりを簡単に作る方法を説明するよ。これは一晩お酒に浸しておいた紅鮭で、お酒に浸した後流水の下でよく洗ってください。そうすると臭みが全く消えます。で、これは1割ぐらいもち米を今回は混ぜたうるち米です。ちょっとね、もちっとしたあの食べ応えのあるおにぎりを作りたいときはもち米を少しだけ混ぜます。 0.5 割から1割ぐらいで、これは人参、お弁当に入れる人参を一緒に蒸したいので一緒に蒸します。で、この中にはティーストレーナーにはちょっと細かくした昆布が入ってます。昆布だしが出るとね、ご飯がぐっと美味しくなるのでそうしてます。で、お米1合に対してお酒を大さじ1くらい入れます。水分は鮭とか人参を入れる前に3合なら3合分お酒と合わせて入れてください。水分がね、ちょっと控えめぐらいのおにぎりの方が美味しいです。いなり寿司とかもね、噛み応えがあって、気持ちお水は少なめにした方がいいと思います。あんまりね、減らしすぎると上の鮭がふっくら炊けないので減らしすぎは注意です。でね、この鮭はちょっとライトリーソルティッドなので何も入れないで今回は炊くんですけど、もし普通の何も塩とか味付けされてない紅鮭を使う場合はちょっと美味しいお塩を一つまみ入れるといいと思います。でね、このまま普通だけで炊いたら鮭もふっくら蒸し上がります。フライパンで焼くよりね、 AGE の発生も少ないので栄養価も落ちないし、良質な魚のオイルもそのまま摂取することができるので、すごく簡単だし楽な方法です。でね、炊き上がったら10分ぐらい蒸らしてからおにぎりを握って、こういうおにぎり用の海苔か、こういう大きい海苔をこう縦に切って巻きます。忙しい人ぜひ参考にしてみてください。詳しいレシピは概要欄に貼っておきます。